読売ジャイアンツ対中日ドラゴンズのゲームを、解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。まずはジャイアンツの先発金田がペイペイドーム。西さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか、ここ注目ですよね。そうなんですよね、まあ、どうやって突破口を開くのかっていうのは、まあ、楽しみに見たいと思いますね。そうですね、そのあたりがどういうきっかけで生まれてくるのか注目していきましょう。2球目打ちました。バッターは2番に入っている丸。金田、まずは先頭バッターを打ち取っています。マウンド上金田、そしてキャッチャーは小林。このバッテリーをドラゴンズ打線がどう攻略していくか。内へ持ってきましたが外れました。変化球タイミング合いません。ワンボールツーストライクです。外れてますか。ピッチャーは決まったと思ったでしょうね。はい、変化球わずかに外れてボール。打ちました。ボールカウントは2ボール2ストライクです。まあ次のボールが勝負ですね。なるほど、そうですか。三振です。バッターボックスは3番鈴木。ツーアウトランナーありません。インコース決まってストライク。156キロがいきなり出ました。惜しいですね。膝元変化球がわずかに外れています。いいボールですね。はい、変化球が決まっています。ワンボールツーストライクと追い込みました。インコース詰まりました。さあ、これからドラゴンズが守備につきます。そしてマウンド太田が打席に入ります。相手を0点に抑えて、これから1回の裏に移ります。まず打ちをついてきました。156キロがいきなり出ました。ライト方向を流しました。バッターは DH 柳田。スアレス、まずは先頭バッターを打ち取っています。最初は変化球できました。ボールになります。危ない球です。ボール先行です。3球目打ちました。バッターボックス坂本、ツーアウトになっています。最初は変化球できました。打ちました。2回になります。ドラゴンズの攻撃、バッターボックスには指名打者の柳田。ジャイアンツ得点に動きはありません。0対0で最終回を迎えています。高めストライクになります。157キロ引っ張った。5番バッターシュート金田、まずは先頭バッターを打ち取っています。これが1球目。セーフティーバント。2球目打ちました。バッターボックス高橋、2アウトランナーありません。これが初球。打ちました。2回の裏、さあジャイアンツ、この回は4番から始まります。バッターは丸。ジャイアンツ得点に動きはありません。0対0で迎える最後の攻撃です。西さん、この場面はどうしても出塁し、変化球打った。バッターボックスは5番吉田。スアレス、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球空振りです。ふわふわっと上がった。バッターは6番浅村。ツーアウトになっています。この回のジャイアンツ打線ですが、4球でツーアウトになっています。まあ簡単に打ってしまいましたね。はい、そうですよね。ノーボールワンストライクです。
3回の表、7番から始まるドラゴンズの攻撃。打順は下位打線に入っていきます。バッターは中田。ジャイアンツ得点に動きはありません。0対0で最終回を迎えています。送ってくるでしょうか。バントの構えを見せました。際どい球、わずかに外れています。157キロ、インコース高めのストライク。156キロ、目は何で来るか。さあ追い込みました。まあ、臭いコースなら手を出してくれますから、次もまっすぐでいいですよ。力のある。このピンチ見逃しで三振を奪いました。まず一つアウトを取りました。さあそして打席には青木が入ります。怖いバッターが続きますね。さあストレート打った。さあそしてバッターボックスには梅野が入っています。怖いバッターが続きますね。さあ2アウトながら得点圏にはランナーが残っています。踏ん張りどころですからね。ここもしっかり抑えてほしいですね。なるほど、そうですよね。いや、いいところに決めてきますね。キレのある変化球、際どいところに決めてきました。打った。これから3回の裏、7番から始まるジャイアンツの攻撃。打順は下位打線に入っていきます。バッターは中村。ジャイアンツ、さあここでジャイアンツ代走を送ります。ここでドラゴンズ守備を変えてきました。さあなおもチャンスで満塁の局面。もうここで決めてしまいたいですね。なるほど、そうですね。2球目は何で来るか。しっかり捉えた。サヨナラ満塁、劇的な一発。この人からサヨナラホームランが飛び出しました。ホームベース上でもみくちゃです。ジャイアンツがなんと劇的なサヨナラで勝利しました。延長でのサヨナラゲームとなりました。小宮山さん、ノーヒットノーランを達成しています。ファンに大きな感動を与えてくれましたね。そうですね、もう本当にね、ノーヒットノーランですから、これも大記録ですからね。その大記録がまさに今達成したということになります。バッター